そう、普通に友達と行っただけなんだけど。あきおめ友達と初詣に行って、いちご飴と、友達はマスカット飴を食べて半分こしたんだよね。おみくじあれ当たり当たりっぽいよ。こんばんは、明けましておめでとうございます。そう、今日は友達と初詣行って、で天王寺でおたともだからさ、おたともっていうのかな、アニメ好きの子だから一緒にアニメイト行って、ワンピース、ワンピースっていうか服服の方のワンピースを探そうぜって話になって、あ、 OL じゃない友達、 OL じゃない別の普通の友達なんだけど、あの一般の子のお友達なんだけど、普通にワンピース探しに行って、でワンピースとなんかリボンが欲しいっていう話をして、その友達がで、リボンを探そうってなって、リボンを探してかな、ラーメン食べて帰ってきたっていう今日ラーメン始め。とうとう30代になりました、おめでとう、おめでたい。アニオタ友達、そうなのよ、オタ友がいるから、オタ友と、でもさ、やっぱオタ友っていいねめっちゃ仲良しなんよ。もちろん OL も仲いいからね、今月はね OL も会うんだけど、その子ね三が日のうちの2日間会ってる2日間遊んでるね。アニオタ友達強いな。やっぱなんかずっとアニメの話してるけど、服装の趣味とかも結構一緒だから、ずっと服屋さんとか見てたね。昨日もなんだかんだイングっていう服屋さんがあるんだけど、イング見に行こうみたいな。でワンピースずっとワンピース探してるよね。なんかララポートに行ったんだけど、ララポートでワンピースを見つけきれなくて、天王寺でもう一回見るかってなったんだけど、ずっとワンピースは探してるワンピースはそしていつまでも見つからん。あ、サラと呼ばれている。ニーハオ。ロマンがあるワンピースを探しに行くんだって。あ、言った系の有名をってこと。あ、はじめましてのマミタソ。初見の人が多いな。なんだか初見の人が多いようだ。三が日はねちょっとお休みいただいて、明日からまたいつも通りまったり配信していこうかしらって気持ちです。お初にお目にかかります。2023年初だしってことは初見ってことか。滑ったやん びっくりしたことがあったんだけど。何？何？なんか人によって違うのかな。千葉の朝は寒い。もうくっそ寒い。千葉にいるの？初見なかった。え、旅行？旅行ではない？舐めてかかったら。舐めてた？思ったより舐めてた。マミタソの時はギャルなんでギャルや思ってる人のコメントはギャルなんで。
あ、年末に行ったんだ。年末何してたかな。あ、年末はね、なんか餃子食べに行ってた。な、満喫してた。うん。昨日はね、でも大変だったんだよ。昨日の夜中大変だった。あの、カニを食べたのさ。カニをね、家族で食べて、めっちゃお腹壊してさ、私。うん。びっくりした。普通にお腹壊して。冷えたのか、カニなのかが分かんなかったんだけど。昨日はね、夜中、言うてが甘かったかもしんない。それは、ある。もう食べたくて食べたくてさ、食べたい食べたいってなった結果、甘かった可能性がある。全然ね、大丈夫なんだけど、多分、私がね、もっと茹で、ちゃんと茹でたらよかったのに、ちゃんと茹でれなかったんだろうな。カニ食べ行こう。大丈夫ではあったんだけど、我が生涯に一片の悔いなし。カニは美味しかった。忘れられてたの？つら。北海道道端？道端に売ってんの？北海道って真冬の海は静かすぎるね。え、それ何の歌？歌だよね。真冬の海は静かすぎるね。気圧が下がると絶対違うな。真冬の、え、知る、全然わかんない。あ、真冬の海は静かすぎるね。寄せる波が耳にささやくの。今日は一人で来たの。あー、これか。あー、今なんか好きした。何の歌だっけって思ったけど。事故るぞ。誰も運転しない。いける。危ねえ危ねえ。でもさ、カニ、あ、でも寒いからいけんのかな。すごい、アイドルとかやってました。やってたかもしんない。かじってたかも。気持ち程度。立派だったよ。喧嘩をやめては大事故だからね。危ない危ない。そういえばね、お正月、おじいちゃんが買ってくれたアイスを食べたのよ。美味しかった。データって何？ DMM の？
テレビ。え、ポテチね、やめたの。体重がちょっと落ちたよ、ここ。ブロックしてないんだが。ブロックしてないんだが、タケイ。なんか正月期間で死ぬほど太るかなと思ったのよ。めっちゃ食べたんよね。だから、まあ、でも朝起きれなくて、朝はあんま食べてなかったんだけど、お昼にお雑煮と、まあ、お餅、お雑煮にお餅入れて食べないから、あのお雑煮のお汁とおせちと食べて、夜すき焼き食べてみたいなのが初日だったので、2日目はおせちの残りを食べて、ヘルシーの、あ、でもね、あのね、買ったのだから和洋中入ってる おせちみたいな感じだったから、だからそんななんかめっちゃヘルシーってわけでもなさそうだったんだけど、2日目は何食べたっけ、おせちか。2日目はおせちでお雑煮は食べなかったんだよね。違うわ、朝から唐揚げとチャーハン食べて、おせち食べて、で牛丼食べたの。牛丼食べて、で夜カニ鍋と焼きガニとお鍋食べて、で今日は朝一で唐揚げとチャーハン食べて、何食べたっけ、でその後昼に、昼って言ってもなんかおやつみたいな時間だったんだけど、いちご飴とマスカット飴と、え、何食べたっけ、あ、たませんみたいなの食べて、たません食べて、そういや、たません食べたわ、今思い出した、たません食べた、たません食べて、ラーメンとチャーハン食べました。今日はね、あの、それお腹壊すわね。え、牛丼3つも食べたの、味変なし。飴はね、あの、好きだから毎回食べちゃうの。カニ悪くなかった説は結構濃厚。ずっと食べてる。チャーハンはね、好き。カニは悪くなかった説がある。こんな時間にどうしたん？何が何が？え、みんなは美味しいものいただきました？三が日とかお正月。31日はね、お蕎麦食べたよ。ちゃんとお蕎麦食べて、何食べたっけ？お蕎麦の記憶しかない。けど、どんな時でも唐揚げは食べてた。どんなに、どんな時、でも、チリなんだ、いいな、美味しいよね。そば、そば粉から、そば粉から、もう本格的がすぎる。本格的が過ぎとる。年越しそば食べた？もう年末結構忙しかったのよ。忙しいっていうか、まあ大掃除をちょこちょこやってはいたんだけど、やっぱりちゃんとしようってなって大掃除して、でなんか
お味噌を配りに行かないといけなくて、お味噌配りに行ったの。おばあちゃんが手作り味噌を作ってて、親戚の家とか、あのおばあちゃんのお友達さんのお家にお味噌を配りに行くのよ。お味噌配って、で、まあ、年末のお買い物がめっちゃあって、お買い物行って、で、なんだかんだバタバタした31日で、で、1日は1日で、新年のご挨拶とかにね親戚の家ちょこっとお邪魔して、まあそう、あんまり長居したらあれだからあれだったんけど、車で行ったけど、もうこなんかもうお正月ですごい交通が多かったんだよね、その31日のお昼とか。だからちょっと怖かったから運転はしてないの、しばらく運転してないからね。明日ちょっと運転もう一回してみようと思う。ちょっと怖い。あれ、まだ来てんで、親戚あ、2日に食べたんだ、おそば。いいね、いいね。年越しちゃったそば。いや、ほんと絵に描いたような年末年始を過ごしてましたね、私たちは。いとこの家にね、いた、あの、ワンちゃんがいるんだけど、見てほしい。ちょっと、ライが抱っこしてるから、あれなんだけど。これ、ライなんだけど。めいちゃんめいちゃんです。めっちゃ危なかったでしょ。私もちょっと慣れてないからまだ怖かったんだよね。チワワのメイちゃん、5月に来たからメイちゃんらしくて、このねワンちゃんのね特徴があって、こっち向いてる写真もあるかな。なんかね、あれなのよ、マスクをね剥ぎ取りに来るのよ、この子。サイズがもうラムちゃんサイズ。ちょっとおばあちゃん家やからあれやけど、トトロちっちゃ、細かった。ライちゃん今日バイト、今日からバイトだった。年末は30日までバイトだったけど、メイちゃんマスクをねピョンって飛んで口元から取りに行くのよ。こんばんは。で、もうめっちゃぴょん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 跳ねるんよね。ずっとラインの膝に乗ってた。かわいい。そう、めっちゃやんちゃなの。あの、ずっとね走ってたけど、私は乗ってこられるのはちょっと怖かったんよ。ちょっと決めてんの、ちょっと怖かったから、基本なんかサラちゃん座りやってずっと言われてたんけど、ずっと立ってた剥ぎ取られるからさ、マスク怖くてちょっと立っちゃってたんだけど、やっぱお腹グーってなった。マジで剥ぎ取りに来るんよ。そう、この子がね、あの、メイちゃんって言って、いとこの家はいつもねワンちゃんがいるのよ。その前はねポンちゃんっていうポメラニアンのワンちゃんがいるんだけど、私が犬が怖くなった元々のあれはポンちゃん。ポンちゃんに噛まれてからめっちゃちっちゃい頃からいたの。もうポンちゃんはね、今ね、もうお空に行っちゃったんだけど、あの、ずっとちっちゃい頃からポンちゃんいて、私たちが。だから、
全然あれだったんだけど、たまたま私が歩いてる時に小学生、何年生だろう、めっちゃちっちゃい頃、小学校1年生ぐらいの時に足踏んじゃったんだと思うんだよね、ポンちゃんの足を踏んじゃって、それでポンちゃんがびっくりしてガブって二の腕噛まれちゃったの。それでちょっと怖くなっちゃったんだよね。まあでも踏んだ私が悪いよねどう考えても踏んだ私が悪いんだけど、そっからちょっとね苦手意識を持っちゃったんだよね。ラムちゃん、あでもね、あのポンちゃんじゃないわメイちゃん、メイちゃんはね白ベースに何本かちょこちょこなんか黒い毛が混じってるっていう感じだった。さ見てる分にはもうめちゃくちゃ可愛い、最強、可愛いなと思ってたんだけど、やっぱなんか触れ合うってなるとね、そうなんだよね、あの苦手ではあるかな。明けましておめでとうございます。あ、苦手？猫ちゃんは？猫ちゃんはね、私の場合はもうね、もはやアレルギーがあるからあれなんだけど、何してるタイムやったん？今ね、家帰ってきて、あ、割と早かったんだけど、8時にはいたんだけど、お風呂入って、ケイラさんが出てた仰天チェンジを見てお風呂入って、今。あ、猫ちゃんは好きなんだ。触りたい。飼ってる？飼ってるわけではない？え、今日ケイラさん仰天ニュース出てたよ。今日めっちゃスペシャルだったんだよね、仰天ニュースはね。でなんかお母さんが先に仰天ニュースを見てて、私家帰ってきて、なあケイラさん出てるでって言って、撮っといたって言って、あのお母さん録画してくれてて、それを、その録画をお風呂入ってから見た。可愛かったケイラさん。なんかなんだっけ。あ、ね、再現 VTR は違う女優さんだったよね。でもなんかあの喋ってる映像はあったよね、その最後に。なんかでもその番組のね出演の、あの仰天チェンジって知ってる？仰天チェンジだったんだけど、あのこれだけ何キロ痩せましたみたいなのがあって、その時のなんか食生活とかを紹介されるっていうやつなのよ。何キロから何キロになりましたみたいな。私も出ようかなあ、まだ見れてないじゃん、あんまり言わないようにしとくね、ネタバレ。でもなんかそのゲストの、スタジオにいるゲストの人とかも可愛いって言ってたもんね。美人さんって言われてた。私も家で言った、可愛いって言った。
さすが、いやびっくりした私も。さやちゃん今45キロになっちゃった。正月太りするかなと思ったけど変わらなかったね。今日は45だったわ。痩せおめです。55キロから45キロになりました。軽い？やった。やった。あと2キロ。今年の目標はあと2キロ痩せることだね。一番太ってた時がね、55キロだったの。2年前。ちょうど YouTube してた時が55キロあって、あ、ちょっとさすがにやばいと思って。で、今が45キロかな。40、でも55キロはやばいやろ。え、うん、43キロになりたい。でしょ、女であんま55は重いじゃん。だから10キロ痩せたね。で、今45かな。43キロはもう30キロ台ではないよ。痩せすぎではないからね、普通に普通の体型ではあると思う。綺麗になれるように頑張ろうと思います。体重結構食べた？何食べた？薄くなった。薄くなってた。でもなんかそんななんかカリカリって感じではなかったでしょ。多分あの直接会いに来てくれた方はね、わかると思うんだけど、カリカリって感じではないでしょ、全然。なんか普通の体型ではあるんだよね。多分筋肉がないんだと思うわ。うわ、最高だな。お寿司 38?え、身長何センチ？何センチかにもよるよね。160ないぐらいで 38？ もう年齢はいくつ？年齢いくつ？でもね、高校生とかね、一回太っちゃうタイミングって多分どうしてもね、女性はあると思うから。21歳？じゃもう普通に細い子だわ。普通にスタイルのいい子だわ。すごいね。あ、無理のない程度に頑張ろう。え、葉っぱ芋飲んだの？やば、すごい、成人式だったんだ。朝から、え、みんな結構お正月はお酒飲まれました？かゆ。もうホトさんのあれはな、もう多分やけど5杯目ぐらいでも10杯って言ってもらえるね。四捨五入やから。5杯飲んだって言ったら10杯になってると思う、これは。
あの朝日だけ。ほぞさんね、お話し会の時にね、朝日ビールを飲んでいらっしゃった。あ、飲んでたんだ。お酒はね、スパークリングワインをね、お母さんとおばあちゃんと3人でシェアしました。でもなんか全然飲めなかったの、私とお母さんが。おばあちゃんがめっちゃ飲んだ。強い。竹池で一番強いんだよね。で、おじいちゃんはその横で日本酒飲んでた。え、フェスってどういうご飯があんの？ここのコメ欄最高におもろいで。紅生姜の串カツ。おばあちゃん、あ、でもね、なんか普通のスパークリングワインじゃなくて、なんかなんて言ったらいいんだろう、カルディで買ってきたんだけど、めっちゃ甘いやつを買ったのよ。なんか私とお母さんは甘いの、ドンプそんないいのじゃないよなんかあの甘いさ、なんあれなんだろうね、ベリー系の甘いやつにシュワシュワってする感じ。サンサンキューサンキューなーとは言ってないんだけど、あの甘いワインにスパークリングやから、もうほんとチューハイ飲んでるのとあんまり変わらないぐらい甘いやつやって、美味しかったんだけど、シャンメリーではないね。私とお母さんはそれを全然いけたのよ、美味しいって言って飲んでたんだけど、おばあちゃんはやっぱもうちょっとなんか飲めるには飲めるんだけど、あれがいいみたい、なんかなんつったらいいんだろう、日本酒とかビールとかが好きなのね。熱燗とかビールとか、あと何飲んでるかな、あ、でもその2つが結構多いんだけど、そう、私とかお母さん多分そこまでねお酒が得意ではないから、甘いのが飲みやすいなって思うんだけど、おばあちゃんは本当の酒飲みだから、結構そういうガチのガチのグイグイ飲んじゃう。雑感と大巻き紅生姜だった。うわ、いいな。なんかこの間さ、じじいさんたちがさ串カツを食べに行ったっていう話を聞いてから、ずっと串カツが食べたいんだよね。新メンバーあずさ元気してる？ああいう系はね、あの衣だけ先になくなったりするよねポロってね、あれなのかな、くっつきが悪、くっつきにくいのかな、衣がグイ見たらグイやねん、それは。わかる。大阪名物だから食べねばっていう使命感にやられた。2月寒いよ大阪は、一応わかんないけど、まあ亮太くんぐらいまで寒さ耐えれる人だったらもう半袖でいけるかもしれないけど、紅生姜好きなのか。え、私串カツだったら牛串カツも好きだし、あとね、あった？お魚の串カツあった？お魚とかの串カツがあるんだけど、あれが好き。
あ、ししゃもと、いや、なんかあれがいいんだよね。あれなんだっけ、ちょっと調べてくるね。調べる。串カツ魚、だるまにあるかな、メニュー、なんだっけな。あ、紅生姜店がある。店じゃないわ。あ、カマンベールチーズが美味しい。カマンベールチーズ最高。あ、ハモかも。ハモです。ハモ、ハモの串カツが好きかも。ハモじゃないな。でもこれ季節限定って書いてあるから、これじゃない。え、こんなけだったっけ、もっとあったよね。オクラいいね。エビ、ホタテ、あ、エビ、エビかな。全然魚ちゃうやん。エビかも。全然ちゃうやん。え、カマンベールなかったか。チーズ系もなかった。チーズ系なんか結構あるイメージだったけど。全然魚ちゃうかった。海にはいた。ペラペラのパーカーは寒いんちゃうか。え、餅とかない、たまに。あ、なかったのか。お餅とかがあって、それも美味しい。ハワイ、ハワイになってた。大阪、ハワイ住みってこと。私え、あれ？なんか20本セットっていうやつとか、なんかあれじゃなくて、自分たちで選べるやつとかじゃなくて、もうお店の側が決めてくれてる20種類をドンって出してくれるやつってこと？唐揚げ頼んだんだ。良いな。美味しかった。なんか揚げ物屋さんのさ、唐揚げは美味しい。美味しいよね。選べなかったのか。そっかそっか。もしもう次回、もしまたね、大阪でみんなで食べる機会があれば、お餅頼んでみてほしい。結構おいしいんだよね。チーズとお餅と、あ、でもお餅と、あ、チーズか、チーズの串カツを食べるときはソースじゃなくて塩で食べてほしい。ポテト一番おいしい。一番好き。やまないで、じじいさん元気出して。You are my so so。 唐揚げ何粒ありますかって。こんばんは。ん？あ、今日で終わり。だいたい皆さん三が日がお休み？三が日まで？もうちょっと長い方もいる？もうこれ以上は長くない？あんまり。え、まだお仕事してたの？
三が日お休みじゃなかったの？なんか結構この3日間お休みの方多いと思ってた勝手に。5からの人もいるのか。4まで、まあ、ここはもう結構そこそこによるか。とりあえずフェスの一回やり直す。一歩も出なかった。久しぶりに休んだ。え、そんなに土日とかも休みないの？そのシフト制とか。みんなやっぱ忙しい方も1日から始まる方も多いのか。イベの前日から移動から、イベ前日の移動からやり直したい。通り部見てたの？通り部いつからだっけ？アニメ始まるよね、2月ぐらいから。え、年賀状一通も来てないからね。誰からも来てないからな。チェキ1月8日か、もうすぐか。あ、鬼滅見てたんだ。私はね、少女漫画読んでた。ちなみに少女漫画読んでた。伊之助ついに出てきた。あの、あれか、鼓か。ポンってしたら部屋変わるやつか。ポンポン。あそこの話結構好きだけどな。え、どうです、結構ハマった？鬼滅。あ、遊郭編、そうだね、遊郭編まで見ないと次始まっちゃう。どんどん増えちゃう。映画も途中で一回挟まないといけないからね。これ見てここ全部終わったら次無限列車編見て、無限列車編見たら次遊郭見て、遊郭見たらちょうど4月ぐらいになってて、あれが始まるか、刀鍛冶の里編。え、見てないの？面白かったよ。私ちゃんと毎週見てた。でも鬼滅はなんか、でも次回はもうワンクール置いといて一気に一気見しようになる。あ、YNN? NFRL って何？言うてへん。ネタバレ禁止ですかね。あ、でもね、私はね、漫画読んじゃったから全然ネタバレはいいんだけど。ハマらんかった？まあでも、やっぱ漫画とかアニメって結構さ、人によってハマるハマらないって結構あるよね。そのストーリー性とか。アメフトか。いや、そうなんだよね。そこがちょっとなんか、なんだろう、容赦ないんだよね。容赦ないよね。結構主要人物が、そうなんだよね。あー、メイドインアビスって面白い？最近見てないか。
それはわかる。あと絵な気がする。私は1話で結構あれだね。それも流れるの？その状況も？でもなんかオープニングエンディング結構飛ばしちゃう派なんだよね。うん、なんか飛ばしちゃう結構。犬王？なんて読むんだろう。犬王だってんのかな。メイドインアビス面白いっていうね。でも見たことないんだよね。気にはなってるけどって感じ。犬を、あ、暗い気持ちになるのか。あー、まあ、でも結構早、あ、どうなんだろうね、早いかなと思ってた。あ、そうなんだ、 YouTube で見てたのか。前振りがちょっと長い、振り返り。私多分そういう振り返り系全部飛ばしてるからね、あれなんだよね。全員出てきたばっかりね。禰豆子と結婚する？あ、禰豆子ちゃーんって、あ、ごめん言っちゃったわ今、ごめんなさい。結婚してって言ってるよね。もうネタバレ聞いちゃったのか。いや、まるまるの意味、まるまるの意味。ああ、尺あれがあるのかな、何話までみたいな。だけどここまでしかできないからみたいな。ちょっとここで一回振り返って5分使ってあ、結婚してはアイテムね、結婚してアイテムね。あー、でも通り部ね、20何巻まで読んでたの。私22巻ぐらいまで読んでたんだけどなんか途中で読むのやめちゃったんだよね。結婚して本当に送ってくれた、ありがとうさん例のね、例のショールームアイテムね。漫画はなんかこの間完結したんじゃなかった？ああ、寝てたな寝てたな。え、そういうのがあるんだ。もう階層入れるから尺は気にせずで作るんだ。あ兄貴がなんだっけ、名前忘れた。あ、一気見できる。でめっちゃ長いんじゃない、その24とか。ジャック・バウアーやんなあ、オーバーなっちゃうんだなっちゃってるやん。間に合ったよ。
ドキドキキャンプじゃない。ジャック・バウアーだ。雄一郎さんでしたっけ、モノマネされてる方よね。ジャック・バウアーだ。あ、明けおめことよろ。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。エンディング切ることあるんだ、この星は。なんだこの星は。年が明けてしまって申し訳ないと思っている。ジャック・バウアーだ。どういう言い方やったっけ、こんなんじゃなかった、なんかすごいしんどそうに言うよね、あのモノマネの方は。関西弁見たことない、ハッシュタグ全然見たことない、あのモノマネの方のやつしか知らん。なんなら今24って聞いた時にあのモノマネの方の顔がまず浮かんでしまったぐらいやで。それぐらい分かってない今。24あれは結構長い、もう完結してる、もう完結とかではないのかな。見てないから分からんねんけど、日本版もあったの。え、全然知らないそれ。調べよう。24。やばいわ、24時間営業ラーメンとか出てきた。日本版。あ、本当だ、ある。知らない、初めて見た。いつやってたんや。2020年だって。2年前だったんだ。ラーメン、ラーメン好き。ラーメン大好き。お腹は空いてない、今アイス食べてたの実は、さっき。あ、そうなんだ。もともと
アクションものはねそこまで好きじゃないかもしれない。結構最近のドラマだったね。もっと、え、いつの、なんかさ結構昔のなのかなと思ったけど、なんか写真を見たらなんか新しい感じしたから、編集が大変そう。え、いや見てないんだよね私。結構ね、なんだろう、系統で言うとファンタジーファンタジーかわいいみたいなのが好き。ジャッキーアターの合ってる、ワターのジャッキーチェーンさんの好きじゃないわけではないけど、あんま見たことないかもしんない。おかえり、明けましておめでとう。あ、でもお話し会来てくださってたから、その時にね、チェンさん、チャンさんではない、ジャッキーチャンさんではない、寝てた、おはよう。世界の滝終わりみたいに言うやん。ジャッキーよりチャッキー、そうだね、私はジャッキーよりチャッキー見てるかもしんない。おめでとう、チャッキーの方が見てる確かに。チャイルドプレイ大好き、ああいうのめっちゃ好き。ファンタジーだよね。え、ジャッキー、ジャッキーちゃんっていうさ芸人さん知らない、モノマネの方。え、ジャッキーちゃんさんじゃなかったっけ。そうそう、モノマネタレントの人、ジャッキーちゃんさん。めちゃ似てるんよ。めっちゃ似てるんよね。チュン、かなり、ドラゴンボールはね、もう悟空とピッコロとクリリンと亀仙人とブルマとかその辺しかわかんない。ドドリアさん、ドドリアさんの顔が出てこない。ドドリアさん、ドドリアさん、え、あ、ドドリアさんこんな顔してたの。フリーザはわかるけど、ドドリアさんはわかんない。確かに。あんま聞かないね。確かに確かに、ドドリアさん今画像検索してきたけど全然知らん。ドドリアさんっていう単語は知ってる。ドドリアさんっていう単語は知ってるけど、ドドリアさんは知らなかったわ。ハートイさん、レベオメです。単語は知ってた、なんかドドリアさん何々ですよみたいなですよね。その単語は知ってたな。邪魔すんやった帰って。ユッティさん、レベオメです。その単語は知ってたんだけど、命かけてる、どういうことだよ、めっちゃ好きってこと。西山さん、レベオメです。ナイス。
久しぶりにこんな時間まで起きてたな。いつもね、なんかお正月の間食べて寝てみたいな感じだったから、この時間まで起きてることがめちゃ珍しいわ。すご、再現動画めっちゃ健康的だと思うわめちゃめちゃ健康的な生活してたから、もうね、そろそろ武井さんのまぶたが重くなってきた。びっくりしちゃった、中吉だびっくりしちゃった、今目覚めたわ、びっくりしたありがとう、あさん10レベルになってるよ朝が中吉を取得しました。おみくじあるんだ、すっご、うわって言われたナイスレベルめ、ありがとう。そう、ラムちゃんと同じくくっちゃねくっちゃねしてました食べては寝て食べては寝ての生活最高血液サラサラやったらいいな。あ、出えへんねや、大吉ないんかなないんかな、大吉ないんちゃう、呪いやめてよ、大吉が出ない呪い。よし、じゃあ一旦そろそろ終わろうかな。明日はね16時半から配信します。今日やったでちょっと上がってきてるじゃん、どんどん上がっていくパターンかな。次の次ぐらいで出るんじゃないリアルは末吉だったのか。よし、一旦ランキング発表します。来たばっかなのに、明日また配信するから来てね。おみくじね、いいの書いてあってよかったよ。一旦終わるわね、また明日ねいきます。13位マーニーさんです、ありがとうございました。12位アコニーさんです、ありがとうございました。11位おでん屋さんです、ありがとうございました。10位サカッチさんです、ありがとうございました。9位ハルキーさんです、ありがとうございました。8位ハマノンさんです、ありがとうございました。7位いぶきさんです、ありがとうございました。6位ハットリさんです、ありがとうございました。5位西安さんです、ありがとうございました。4位カリさんです、ありがとうございました。3位ユッティさんです、ありがとうございました。2位羊さんです、ありがとうございました。そして1位はアさんです、ありがとうございました。ではではまた明日ね、おやすみなさいありがとうございました。